この時間は大連人対ヴィッセル神戸、こちらをご覧いただきます。大連人がこの試合は 4-5-1 のシステムで立ち上がり臨んできました。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね。中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね。次にサイドなんですけども、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が主流ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。今ゲームが始まりました。大連人対ヴィッセル神戸、エキシビションマッチです。この序盤はやはり大事になってきますよね、はい、様子を見るのか積極的に仕掛けるのか、お互いどんなプランを考えているのか注目したいですよね。なるほど、ゲームの序盤見ていきましょう。クロス、柔らかいボール、チャンスになる、シュート、ゴール、ヴィッセル。プレスを受けながらもきっちりゴールを決めてきます。いや、寄せられてましたけどしっかり決めてきましたよね。ボディバランスの良さっていうのがゴールにつながりましたよね。仕掛けるか、どうだ、シュート、いやー、追加点、ヴィッセル連続ゴール、一気に畳みかけます。素晴らしいタッチからゴールにつなげてきました。いいシュートでした。これはトラップからのシュートへの流れが完璧でしたよね。クオリティの高さを見せてくれましたよね。